パスじゃなかった。あれ、セーブパスやった。あれ、パスじゃない？パスでしょ。もう。連携からのゴール。まず。連携。はい、先生。前行くと右に出せ、右に出せ。言ってました、私たち。みんな。入ればいいんです。入ればいいんですよ。よかった、追いついた。いいね。よし、行け行け。いいね、サワダ。よっ、じゃあ、そこでバイス抜けるサワダ、スーパーブレブル。え、左サイド、三笘がなんかったここで、え、三笘がいいパスからのいいよやりました。はい、前半終了。前半終了です。2対1で逆転で折り返すというね。前半から結構動く展開珍しくないですか、長崎。珍しいね、まあ、先制された時にはうわまたいつものかぐらいはちょっとなってましたけど、次、うん、取り返してくれました。なんとあの男が1ゴール1アシスト。アシストよね、あれね。うん、多分ね。あれはちょっと真理ですけど、まあアシストにしましょうよ。うん。そう、沢田君とジョップ君の2人で2点取ってくれた。え、最後の方三笘おらんやったっけ。たまらない。マジ。うちの TKC です、あれ。やばいね。うん。バイスかわしたよ。バイスバイスかわして、綺麗なアシストまで。セットの高橋君です。高橋君、やばいな。気持ち、いけますよ、このまま。そうね。行きましょう。バランス。手を伸ばして手を伸ばして掴んだミラクル。おっ、おっ、これは早かったよ。早かったよ。肩やられてもうない。絶対早かったよ。違うって。まだ肩やりが動けるって。ノーゼット。クリス大丈夫ですか。クリスポジション見る、気をつけてね。どうすか、中原さん、クリス。クリスやってくれますよ。ちょっと時間早かったけど。絶対やりますよ。点取ってくれます。打つ本数に。打てば打つのが入る確率だ。それはそうだよ。おい！試合終了です。2対2で引き分けでした。勝ち点1をゲットということで前向きに捉えていいんですか？いいんです。いいらしいんです。いいんです。いいんですよ。ダメやな。ダメよ、長崎。バーモス。バイバイバイ。アウェイ、柏の岡山戦、2対2の引き分けで、勝ち点1をゲットです。はい、ピピカチュウ。ビガビガ。というわけでですね、まあ勝ちきれなかった試合でした。勝てそうでした。けど、負けちゃいました。負けてはいません。はい。負けとらんちゃんね。なんか負けた気分になってしまうんですよ。っていうのはやっぱり、勝てそうやったからっていうのがやっぱり、ね、そういうことはね、でかいですかね。なんか負けた気分よな。まあ負けてないんですけどね、うん、2対2の引き分けで、うん、振り返ってみましょうか、はい、試合、まあ、スタメンなんですけど、やっぱまだファンマーが出場停止ということですね、うん、でそこに入ったのが、ね、ジャンプジャンプカヨが戻ってきたね、うん、戻ってきましたね。前半の失点シーン、あれはね、たまたま股を抜けたんですよね、朝日選手の相手のクロスが、たまたまと言っていいんじゃない。でもちょっとね、やっぱぬるい当たりが分かったかな、寄せも甘かったしな。バウドのドリブルが効くんすよね。バウドじゃない、バイス。あ、うん、じゃあいいフィードするんすよ。うん、本当サイドクロス上げられるとこまで朝日選手がっつりついてたんですけど、はい、ね、コース切ってたと思ったけど、まあ、また抜かれて決められたという
幸先悪いスタート。そうっすね。でもまあその直後ですよ。うん。その直後にジョップ選手の右出せ右出せって叫んでたんですけど、私たち。笠原選手フリーやったからね。ね。右右って言ってたんですけど、まあシュートパスどっちなんでしょう。まあシュートでしょう。あれを澤田選手が押し込んで決めるという。シュートを打った瞬間、シュートっていうか何らかのアクションを起こした瞬間、ジョップ選手が笠原選手のリアクションを見たらちょっと面白いですけど。相当点を置いてたんですよね。小田和正のジャケット写真みたいな感じだった。出すよなとったね。結果ゴールですからね。あ、入った入ったみたいな。で追いついて、またその直後すぐもう左サイドえぐったっすね。ねえ、澤田選手がもうバイスかわしてので、一生懸命クロス上げて、ギリギリのところで上げたところをジョップ選手が押し込むという、この2人ですよ。完璧な2点目はい、うん、でこれで逆転、前半のうちにだと思いましたけど ね、 ですよね。なかなか前半のうちに試合が結構こんだけ動くっていうのが長崎の場合珍しかったかなっていうところで、うん、はい、そうなんです。で2対1で折り返して、うん、でまあ後半、まあ、もちろん向こうは攻勢を仕掛けるんですけど、クリスかな。ちょっと早いよねあいつもな。クリアミスやったね。まあ事の発端はあのクロスボールも、でも相手のフォワードはよく、フォワードだったんですけど、まあ、よく反応したっすよね。同点に追いつかれてそのまま、まあ三原長崎もこう攻めたんですけどね、決めきれず、で向こうも岡山もチャンス作ってて、結構オープンな展開になったんですけど、まあ畑野選手の好セーブに救われながら2対2で終えたっていう感じですね。でクリス入れるんやったらやっぱ点取ってほしいですよ。そのドリブルで仕掛けるわけもなくね、なんかね、確かにクロスがすごいんですよ。もう一流なんですよ、うん、パスとシュート。でもそこのシチュエーションまで持っていけない。サイドでもらう時ももうしっかり後ろに背負ってるし。そうね、ビルドアップちょっと単調になりがちですよね、あそこでね、うん、で意表をつくなんかこうパスクリス得意じゃないですか。そういうシーンもあんまりなかったかな、うん、そうですね。まあ何やともあれ、これでビバーレン今現在今ね7位なんですよ。エスパルスと同率、勝ち点は同じ42で、2位の岩田、自動昇格の岩田、ここが47で5ポイント差ですね。この80を目指すにあたって16試合中11勝は必ずしなきゃいけないような計算になりました、うん、で残りの5試合を引き分けで無敗でいく予定です。で勝ち点80。いけると。待ってね、今やる前に引き分け目指した。やる前から負けること考えるバカいるかよ。アントニオ猪木まだ全然悲観するべきじゃない。全然だって5点差やろ。まあ正直2位とはね、2位とはそう、なんとなくまあ1位はもう別になんか、いやちょっと町田はずば抜けてます。12ポイント差すよ今のビバーレンと、うん、4試合分。これなんかゴール裏とか見よってもいつの間にか J2 優勝から目指せ自動昇格。そのゲーム裏がなんとったら見たね、なんかあったね。ただ16試合中、まあ、11勝ないし12勝これぐらいがボーダーラインになってきますね、うん、今後落とせないです。ただね、本当このチーム田尾柱がやってきてると思うんですよね、うん、チーム自体が、うん、でメンバーも充実してきてるし、ケイタ選手も入ってて、マルコス選手ですか、ブラジルからカギレナまた秘蔵が来ますからね、はいはいはい、でそういったフレッシュな選手がまた今後J2 をもう攪拌させて、そうね、やっていくのは長崎だと僕は信じてますんで、うん、これから夏強いのは長崎です。そうですよ。まあというところでアウェーの試合が次も続くんですよね。そうですね、山形みたいですね。その次が29日が熊本との九州ダービーで、うん、これあのマインプロジェクトってビワレ長崎歌ってまして、まあ、いろいろイベントをもう発表されてました ね夏祭りみたい なんか花火も上がるらしいですね、うんうん、ぜひぜひ僕たちもイベント仕様でやっていきたいと思いますので、もう次節絶対勝つというところですね、うん、新しいスローガンちょっとそろそろ必要じゃないですか。確かに、まあ、最近流行ってることといえば、うん、まあ何ですか、スタジオジブリですか。ジブリなんか全く宣伝なしで映画作っとったでしょ。そう、この間公開されたばっかりね。何だっけ、君は君のために死にに行くとかそんな感じじゃないですか。なんか分からんけど何だっけな、思想調べて君はどう動くかみたいな感じ。じゃあどっちが近いかな。ジブリ新作はい出ました。君たちはどう生きるか。君たちはどう生きるか、うん、まさにそういうことですよね。そうね、君たちはどう生きるか。ポスターの絵がデフォルメされたビビ君じゃないかって噂なんですけど、あはは、これね確かにちょっとかっこいい。このアウェー戦も山形戦土曜日19時キックオフなんですけど、これももしバーワンで応援します。これも最近ね本当盛り上がってみんな、うん、皆さんもお立ち寄りいただいて、本当この YouTube を機にですね、うん、いろんな人お知り合いになれて、ぜひぜひ足を運んでください。
もう一回言っとく。ぜひぜひ皆さん足を運んでください、バーワントゥーに、はい、みんなで応援しましょう。はい、勝ちますよ絶対。絶対勝つために君はどう動くか、うん、どう生きるか。また来週。もう一回言うとく。それではまた次週お会いしましょう。はい、バモス長崎、バモス、バイバイ。